大丈夫ですか、うん、自分で見えないからなんとも言えないけど、うん、いけそうすっごい今4度目か5度目確認したよね。いけてるって。おはようございます、ドリキンです。ですね、すごい朝すごいことに気づいちゃったんですよ。何ですか。ネズミさんにカメラを回してもらわないとと思って、うん、まずここ、うん、まあ、誰が気づいたって話なんですけど、今クリーム塗っちゃって、うん、あんま近づけないと思うんですけど、うん、完全にないでしょ、もうシミの跡。本当だ、完璧な あないね。でてか元々知らないからな、ここじゃあまあここですよ、はい、ここも、うん、こうテープ今一応念のためしてんだけど、うん、もうなんか分かんなくなっちゃって、うん、ここの、うん、ででんないでしょ。あ、なくなった。全くないでしょ。すごい。ここは結構でかく、でかかった、黒い点になったでしょ、うんうん、で、うん、朝ちょっと顔洗ってた時に、はい、一瞬気づいて、うん、一応ここに置けたんですけど、うん、ここですよ、ここ、うん、どうなった、撮っていいの、もう撮ってみると、早くね、撮るの。違う違う、ペロってすると、うん、いくよ、うん、あ、撮れちゃった、もういいんじゃない、うん、これ完全でしょ、うん、撮れた撮れた、全くなくない、あ、すごい印象変わった。え、ほんと、うん、いやほら いつもほら見てる、お、印象変わった、すごい、そこの黒いシミがすごい大きかったから、ほら、あ、めっちゃ印象変わった、ね、そのさ、良、うん、くなったとか悪くなったじゃなくて印象変わったって言うだけいいか悪いかないのね決して別に、まあそういうとこだよねどういうこと、いや別になんか良くなったかどうか、いや私言葉知りがあれなのかな、別に印象変わったって、だっていいか悪いかって人それぞれの判断だから、客観的になんか良くなったよ、良くなったって、それはさ顔の全体のことじゃん、だから、まあでもさすがにここ、ま、なくなった、完全すごい印象変わった、いや印象変わったっていうのは、そのなんかそこに黒いものがあったものがないっていう、なんか雰囲気がそれだけで人の顔が変わるなっていう意味、いいとか悪いとかはまた別でもえいいって言ってもらいたいの、あ、いい方向にしてもらいたいってことね、良くなった女子かだってほら、うん、本当だ、完全消えたでしょ、うん、ビビッと良くな、良くなった、私良くなった朝ね、うん、こう顔バーってなったんですよ、うんうん、したらこれがペロって一瞬取れたの、うん、あ、やべえと思ってつけなきゃって思った瞬間に、うん、ないみたいな感じで、うん、ちょっと一回戻して、うん、ネズミさんに取ってもらおうと思ってわざわざ温存しといた私も出かけんだけどはい、すいません、ありがとうございますあ、いいですよ、いいですよ、あ、そうなんだ、朝から、うん、あのおっさんの、うん、おっさんのアップです、ね、じゃあなんかシミがあるのないので人って変わるんだなって顔の印象がね、そうだ、ほくろだってだいぶ変わるじゃん、印象ねえ、あのさ、あなたさ たまに失礼なことやるじゃん、なんか私の写真撮った時にさ、こうフォトショップでなんか加工しようかなって言ったら横でさ、ほうれい線とかこうやったりとかさ、こうなんかあのよかれと思ってやってみて、いろんなツールでさ、ほうれい線撮ったり一つ一つのそばかす撮ったりとかしてさ、こいつ失礼なやつよかれと思ってやったなんかさ、ちょいちょい気になることがあるんだよね、そういうとこがね、なんかあの私別に何も一言も言ってないのに、自分がそのシミのやつ病院行ってさ、あれほうれい線治せるよって言った時にえ、私一言もほうれい線治したいって言ったことないんですけどって思って、いや言ってんじゃん、なんかほうれい線が気になるって、昔から若い時からほうれい線が気になるみたいな、自分で言うんだったらいいんだけど、なんかこうなんかこう特定したものに対してこうほうれい線取れるよとか、なんかここのなんとか取れるよって言ったことないのに言われると、あ、何気になってんだ私のほうれい線って、ね、僕は気にしてないけど、うん、あなたが気にしてるだなっていうことを気にして言ってあげてんだ、一言も多いほうれい線が気になるって日常で言ったことない、はい、終了、はい、終了、以上です、はい、ご報告でした。あ、そうですか、ちゃんと取れてんのかな、取れてそれだけが心配なんですか、これ1回しか取れないんだからね、なんででもこの取れちゃったから1回もう1回つければいいじゃん、やだよもう大丈夫だよ、取れてるから、そこまでアホじゃねえっつうの、はい
あ、録画をしてなかったちゃんと赤いポッチになってるし目のところにショって言ってますよ、はい、はい、ありがとうございます。じゃあほうれい線直そっかなはい、はい、じゃじゃん。ということで、あの朝の会議一通り終わって、今遅めのもうほぼランチに近い朝食終わったんですけど、今日金曜日なんですけど、もう明日フライトなんですよね。で今日夜ポッドキャストやるっていうことになってて、もう荷造り始めないと、っていうかもう意図的にもう絶対今回もう一瞬で、荷造りあれまたしないといけないと思ったんで、もうこの玄関に開けっぱなし、ここら辺も放置しっぱなし状態で、全然そもそも荷を開封してないんですけど、また荷造り再開したいと思います。さあということで、荷物荷造りも、まあ、まだ中途半端な状態ですけど、今日ポッドキャストやるってことで、僕の中ではこの久々にアストンオリジン、これでポッドキャストすればいいかなと思っていたんですが、そういえばですね、このもう片付けるのもできるだけもうなんか見なかったことにしたい、この荒れ果てた部屋なんですけど、これなんですよ。XDM100、 これロードさんから、あの横須賀の方で使ってるのは XDM50 だったかな、あのダイナミックマイクの方なんですけど、もう一個このコンデンサーマイクの方も送っていただいてたんですよね。もうこれもう結局からこれ半年ぐらい寝かしてしまってると思うんですけど、このロード X ブランドのマイク、これせっかくだからこのマイクで音を聞いてみたいというフィードバックいただいて、あ、そうだと思って、すっかり忘れていたと思ったんで、ちょっと今日これ開封して、ポッドキャストで実際に早速実践投入してみようと思います。ということでちょっと早速開封しちゃいます。ででーんと、この赤い外箱の外側の中に黒でかっこよい、お、なんかいっぱいボックスが、あ、そういうことか、ショックマウントとマイク本体と、まあ、コンデンサーマイクっていうのは何せ音はよく取れるんですけど、何せデリケートなんですよね。めちゃめちゃ音拾っちゃうんで、ショックマウント重要なんですよね。だショックマウントが入って、でこれは多分アクセサリーケーブルとかいろいろ入って、でマイク本体ですね。でさらに奥にケーブル USB ケーブルが入ってるっていう、そういう感じですね。これはあの前のもう一個の方も同じでした。長めのやつで、ちょっときしめんタイプというか細めのケーブルでしっかりとあのしてるんですけど、何がやっぱ使いやすいんですよね。なんかこう安定感があるっていうか、まあちょっとこれはあてか、これ USB接続 XLR で接続しようと思ってるんですが、どっちも対応してるのかもしれませんね。早速マイク先に開けると、わっ、きた、めっちゃ重量感のある、はいはいはい、え、あ、このマイクって XLR 端子なくて USB-C オンリーですかね。こんな感じでめちゃくちゃかっこいいです。質感は黒のめちゃくちゃ重量感もあってかっこいいんですけど、 XLR 端子では接続できなそうですね。すっかりあの両方できるのかと思ってましたが、この端子は USB-C のみ。これ外して XLR になりそうな気もしたんですけど、特にそういうのではなさそうですね。でこの箱はそれだけで、マウントの方がちょっと開けていくと、よいしょ、これで開けると、あ、これまたかっこいいやつ出てきました。こんな感じの黒のマウント、メタルのマウントが来て、これをここに、合体させると。結構ごついっすね。結構ごつい、こんな感じです。こんな
かなりごついです。そしてこの箱にはこれはどっから開けるの、最後の箱にはあこれか、あモフモフも、ちゃんとモフモフもついていて、あとなんかモニタリング用の 3.5 ミリのモニタリング用のオーディオの延長ケーブルですね、これも入ってますね。あこれいいな、これなんか質感いいです。これを、マイクのここにこうやってつける、こういう感じですね。あ見た目も映えますね、かなり映える。ごめんなさい、今の今まで僕は完全に勘違いしてました。横須賀に持ってってたやつがコンデンサーマイクで、今回のこっちがダイナミックマイクなんですね。だこっちの方がむしろ、ノイズというか環境音にも強くて、まあ、あのダイナミックマイクっていうのはどちらかというとあのカラオケマイクみたいな印象で、かなり近くに音近くでないと拾わないんで、まあ、ある意味うるさいところでも、綺麗に音が取れる特性があるんですけど、その代わりきちんと、マイクの距離とか意識しないと綺麗に取れないんですが、こっちがダイナミックマイクで、あの横須賀に持ってってる方がコンデンサーでした。失礼しました、あの前半の説明完全に反対だと思いながら話してました。ちなみにこれが今ちょっとババッと手元ですっと揃えてみた、取り揃えてみた、近場にあった、マイクたちですが、こちらこれがあのアストンオリジンってやつですね。これコンデンサーマイクです。コンデンサーマイクですけど、ショックアブソーバーとか、モフモフ的なもの、こういうものがもう内蔵マイクされていて、まあ、もちろん外付けでモフモフつけたりポップガードつけたらさらに音は良くなるんですけど、結構これだけで、コンデンサーマイクの割に扱いも楽な割に音素晴らしいという、そういうアストンオリジンですね。結構これ僕はあのサンフランシスコの自宅だと気に入って使ってます。で、これが今日開封した、ロードの XDM100 ってやつですね。これはさっきも言った通り、最初 前半間違えてましたけど、これはダイナミックマイクっていう特性なんで、感度は非常に低いんですけど、近場のマイクの音しか拾わないんで、その分まあ周りうるさくても、まあ、もちろんあの静かに越したことはないんですけど、うるさくても意外と口元のこの口元の音だけを拾うっていう特性があって、まあ、これはこれで結構使いやすい。でダイナミックマイクは比較的コンデンサーに比べると、まあ、音が悪いみたいなのがちょっと定説だったりもしたんですけど、最近結構リモートワークとかで皆さんリテラシーが上がってきて、実はダイナミックマイクの方がいい、ダイナミック使えばこっち、ダイナミックマイク使えばそっちの方が使いやすいみたいな感じで結構人気が出てきて、なんだっけ、この間ポッドキャストアワードでいただいた、あれは SM7 かな、MV7 か、 MV7 とかは、まさに、ダイナミックマイクの定番中の定番、これ多分 MV7 の、ライバル機みたいな感じで開発されてる気がします。でこちらででんと、もう王者の風格出てますかね、ノイマンの U87。 これはもうどこの、プロスタジオに行っても必ず置いてあるという、もうガチ中のガチ、定番中の定番のプロマイク。これもこっちはまたコンデンサーマイクですね。これとこれはコンデンサーマイク、これダイナミックですね。でこれコンデンサーマイクで、これはもう本当に一生ものみたいな感じで買ってしまったやつです。でも沼にはまってこの状態みたいな。で最後に、これが、さっき言った MV7 っていうのは、基本的には USB 接続の、まあ、XLR も接続できますけど、簡易というかお手軽版なんですけど、その兄貴的なやつですね、 SM7B ってやつです。 SM7B ってやつなんですけど、これ手話のやつで、これもダイナミックマイクです。だからこれとこれがダイナミックマイクで、これとこれがコンデンサーマイクなんですけど、これも定番中の定番です。もうポッドキャスターは、ちょっとこうなんか音にこだわるポッドキャスターみんなこれみたいな、これかこれの弟分の MV7 かみたいな感じですけど、まあ、これも定番中の定番なんで人気のやつなんですけど、こんな感じで並べてみたけどいかがでしょうか。ちょっと今日難しいんですけど、またサンフランシスコ戻ってきて落ち着いてきたら、ここら辺の音質比較みたいな、なんか仁義なき
音版のサイドバイサイド比較みたいなのもやってみたいなと思いますが、今日のところはとりあえず何せこれでポッドキャスト撮ってみようと思います。今ちょっとこのマイクどこにマウントするのかすごい悩んだんですけど、結局 SM7B があった場所をとりあえず置き換えました。今日はとりあえずここで、収録しようと思います。怪しい。さはい、結局ですね、あの洗車する時間がないので、今日ちょっとこのから蕎麦市に、ディナーを食べに行くんですが、もう洗車はしません。洗車はせずにこのホコリをなんかあのプロテクターだと思います、コーティングだと思って次回まである意味守ってもらいます。じゃあ今回もエンジンかかるか行ってます。あれどこだっけ、エンジンスタート、はい、あれあっさり、あっさりです。ちゃんとあの HUD もバッチリ、HUD もバッチリです。後ろにすでに6組ぐらい並んでおります。気づいたら隣の更地だったところにめっちゃ立派なマンションみたいなのができてきてます。ダーンハロー久々やってまいりました。蕎麦市トートバッグができてる。蕎麦市トートバッグ、じゃじゃーん、ついに中も普通に食べれるようになりました。まあ、前回も中へ来たよね。はい、そして、まあ、ほぼ飲めないんですけど、あのデン、これも持ち帰るように買いました。例によってめっちゃ頼みすぎたんですけど、ここならペロリです。ユッケの酢飯です。完全にもうここで僕は今日も最後の晩餐です。このユッケと酢飯めっちゃ美味しいです。ちょいピリ辛、うん、これ酒粕チーズ、これまた美味しそう。ユッケやばいでしょ、うまいっしょ。そのユッケなんか病みつきになるよね。酢飯なんですよ、酢飯だから酸味が、うまい。多分全メニュー制覇してね。めっちゃ頼んでます。メニュー全部制覇してんじゃないかな、ね、してます。さあ、いよいよメインディッシュの鴨南蛮ですけど、あんだけ頼んだやつ全部食べきっちゃいました。完食、家に持ち帰る分ゼロです。そして鴨南蛮もペロリと食べちゃいます。デザートまで完璧に完食します。え、これは何、今言ってたこっちは持って帰るっていう、はい、これとこれ持って帰って、はい、これだけ今食べる、食べる、完璧ですね。いただきます。うわー、まだ行列で完全に満員です。大人気、満員御礼、また来ます。ネズミさん、今蕎麦市の帰り、どうしてもバークレーボールに寄りたいっていうのでやってきたんですけど、目的がすごいです。情熱がすごいです。そこのね、今来る途中見つけちゃった、これ。あ、これアーモンドのこれを。ピノのさ、ピノ目的なんでしょ。ピノのデカさがすごいんですよ。これ私チビチビ食べて、うん、これやばいやつね。鳥がいない間に一回連れてってもらったのね。ああ、そうしてたんだ。そう、それで最後ラスニで遊びさんと買って、でなくなっちゃったから。すごいね。買いに来た。チョコモナカもあるよ。いやいや、あなたの好きな。いやいや、これじゃなくてこれよ、このチョコモナカアイスバーよ。あとクリームチーズ。痩せる気ないよね。全く全部あるじゃん。ねえ、これ3、4種類買おうかな。うん、あ、これもうまそう。杏仁豆腐。そうそう、もっちりアイス。うん、どうしようかな。悩んでますが、とりあえずこれ買って早く帰ります。あのポッドキャスト始めちゃうんで。そうだね、はい、2個買って2個買うんだ、うん、このでかいね。はい、好きなだけ買ってください。サンキストの丸、3ヶ月分ぐらいあるから、2ヶ月2、3ヶ月分下手したら、だから2個、1個、3個だよね。はい、今さ2個買うって言ったよね。2個買うって言って5個買ってますけど、すごいね、冷蔵庫入んの。
頑張る。どれか捨てる。何かを頑張るってよくわかんない。とりあえずミッションコンプリートみたいです。これでだいぶ箱から出せばいいんだよ。3種類あるの、バニラとアーモンドとチョコが。1日3個じゃんそれ。うん、1日3個で。1種類ずつ。それ結構食べてますよ。そうだね。うん、Yeah, start to clap. And I start to clap.